お疲れちゃんです。ラットです。ということで今回もクラッシュラリアやっていくんですけど、今日はですね20勝チャレンジ、今ね攻略者が何人か出ているというところで20勝チャレンジクリアされたデッキをねいろいろ紹介できたらいいかなと思います。で今20勝チャレンジ始まってから今2時間半ですね、2時間半経過してて、僕はねまだクリアできてないんですけども、クリアされてたデッキね5つ持ってきました。で1つ目がこのババコヤスキャラですね。はい。まあ、明らかに強いんですけども、僕、一個前の動画でベビー型でね、紹介してたんですけど、スケードラ型でね、人称してる方がいました。まあ、これはなんか安牌ですね。環境絶対強いし、まあなんか基本的に何でもね、勝てる可能性がある。とてもね、無難なおすすめデッキでございます。で、このロイジャイデッキもね、12勝されてたんですけど、しかもこのデッキを使ってクリアしていた人がめちゃくちゃ上手い人だったので、これはね、あんまね、おすすめしたいと思わないんですけど、まあ、一応ね、こう12勝されてたので、軽くね、紹介しておきます。で、一番初めですね。もう今回の20勝チャレンジ、世界で一番最初に、クリアした方が使ってたデッキが、このロイジェイデッキですね。はい。というわけで、なんか、すごいですね。ロイジェイに、まあ、ディガーまでならわかるんですけど、スペルが3つ入ってて、みたいな。防衛できんくねみたいな、すごい思うんですけども、まあ、なんか、インドラとバーバリアンとサンガゴで、まあ、どうにかね、頑張るみたいです。これはなんか結構、なんかね、意外と強そうな、印象を持てました。僕もこれちょっと使ってみようかなと思うというか、まあ、何回か今使ってるところでございます。で、これね、これもまあ、ついでみたいな感じで紹介するんですけど、今年のね、CLL ウエスト、クラロワリーグの、海外ね、ウエストの方で、優勝したね、チームの、サムエルっていう選手がいるんですけど、まあ、めちゃくちゃうまいんですよ。前にも僕の動画で一回多分その人のリプレイを紹介したことがあるんですけど、なんか世界一も何回も取ってて、もう圧倒的ね、もう世界で本当トップの選手が、このデッキですよ。エレクサー平均コスト 2.0 のこのデッキで20勝してました。しかも、20勝無敗です。はぁって思うじゃん。やばくないですか？これで20勝無敗ですよ。いやいや、こっちはね、どんだけ真面目なスクラとか、こう、得意なデッキで頑張ってんのにってなるじゃないですか。このね、平均コスト 2.0 のデッキで、まあ、20勝っていうのもね、ありましたので、ぜひね、ちょっと俺、それやりてえとか、ちょっと PS 上げたいなと思う方はぜひこれね、使ってみてもらえればいいかなと思います。ちょっと僕もね、これやってみようかなと思います。で、あとラバルもちょっと個人的に多い印象がありましたね。ラバルですね。ラバルディガーのこの方。そして、まあ、あとは普通のラバルですね。なんか、ラバル、スケドラ、メガゴですね。で、墓石、ファイブザップのバーバリアの、ラバルも12勝いました。なんかラバルが多分これ一番多かったんじゃないかな。まあ、ラバルと、ウォールブレイカーのボムタワーと、ロイジャイ関係かな？まあ、あとクロスもちらほらいたかなという印象を持ってましたので、ちょっとこの辺のね、デッキで何回かやってみようかなと思います。いや、このデッキで20勝は結構やばいっすよね。もう、本当に。なんか、絶対 PS がカンストしてる人でしか、20勝できないようなデッキじゃないですか、こんなの。ね。これやばいっすよね、マジで。どうやんだって感じですけど、だってゴルトが来た時、絶対止まんねえじゃんって思うんですけどね、こんなの。まあ、ですが、まあ僕ぐらいになるとね、このデッキをね、まあ、今回の相手は、結構ウィザードとかネクロとかが入ってるので、結構ね、クロロアを、まだ始めて間もない人なのではないでしょうかと。いうね、読みをね、していきたいなと思います。で、もうガンガン多分攻めるんですよね、こんなの。多分前半に、もうタワーを折る勢いじゃないと、無理っすよね。なんか後半になると、基本的に、こう、形を作られたりとか、イモられたりとかがあるので、なんか高回転の人って、もう前半に攻めまくるんですよね。前半に攻めまくって、こう、相手のコストがこう、ギリギリで間に合わないような感じで、なんか戦って、で、なんかもうほぼ 2-0 みたいなところから、後半は1個落とされて、みたいなね、感じの試合をよくするイメージがあるので、よいしょ。これも攻めたいんですけどね。で、あとは、いや、むずいな、これ。ね。ディガー、コウモリ、ウォールブレイカー単体がメインかな、と思いつつ、さあ、攻めて、攻めて。
で、あるあるなのが、これ攻めすぎた時に、なんかね、ゴレとか展開されて、もうなんか形作られて、止まらずキング折れるみたいなのが、結構あるあるなんですけど、まあ、吹き矢かな、吹き矢がね、マジでめっちゃ大切な気がしますね、今回のこのデッキね。このデッキ使う人用に今ちょっと紹介してますけど、多分ほぼいない。ほぼいないと思うんですけど、ちょっと楽しそうなのは楽しそう。で、これだってウィザード出すコストがいるんですよね、相手としては。さあ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 、タルババを裂いた、このコウモリがいい感じに働いてますね。で、まあ、アイスピで削っときましょうか。で、ウッドでも削り、スケで回しつつ、これは矢の雨が、ああ、矢の雨が来そう。まあ、けど、コウモリで耐えます。よし、いて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 。まあ、回転が早いので、正直。相手がこんぐらいね、今回ウィザードとかプリンスとかネクロとか、まあ、これぐらい重たいと、ちょっと気持ち的に楽と言いますか。なんか戦いやすい気がしますね。相手にどんどんついてこられると難しいですが、いや、これで20勝できるかな。真面目にやった時に無理だと思うんですよね、僕。これでまだ20勝できるほどね、なんか、くらいの自信はないですね、さすがに。まあ、なんですけど、ちょっと楽しいですね。いや、でもやりたいな。なんか生放送20勝中でちょっとやってもいいかなと思ってるんですけど、まあ、時間作れればかな。なんかこれでいきなり20勝できたらめちゃくちゃ熱いなと、まあ、思ってますね。真面目にね、こうラバルとかは今回もちょっと強いかなと思うんで、ちょっとね、簡単に使い方とかね、触れつつやっていけたらやっていきたいと思います。よろしく。さあ、まあラバ出してあのバルーン作るだけなんですけど、まあ、それまでですね。一回、バルーンもないし、ラバ出したところで、一旦ピンチになるんでね。一回、こう、受けから行きます。さあ、来た。このネクロが、ちょっと待って待って、ネクロがさ、ネクロおじちゃんどうしちゃおうかってところなんですけど、この、スケドラで、あの、ネクロおじちゃんは？ネクロおじちゃん全然やっつけてくれないんだけど、みんな。もうちょっと頑張ってくんね。おじちゃんなのかもわかんないですけど。魔女なんで、女ですね。やばいやばいやばい。待って、ネクロゲーされてるんですけど、思った以上にネクロに苦戦してる。一発？これはね、痛いです。まあ、痛いんですけど、まあ、こっちのちょっとね、バルーンないとかいろいろあったので、まあ、こっからね、切り替えていけたらいけないと思います。ちょっと痛いのでね。タワー残すのは大事です。さあ、ゴレネクロヤナアメカゴムレ、バルーン。ゴレバルーンにスケルトムタイム入ってますね。で、このスケドラに、まあ、あれか？ネクロを使ってくれたらいいと思ったんですけど、僕のスケドラやられちゃいましたね。さあ、で、ガゴムレにはヤナアメ基本的にね、使っていきたい。で、ウィザードは、個人的にね、ラバーからしたらウィザードはすごい厄介ですね。ラバー使う人だと特にわかると思うんですけど。まあ、ですけど、ここね、ウィザードを相手が使った後なので、すごいチャンスですね。で、まあ、ネクロなんかも別にラバル作ってしまえば、なんもね、なんか、ん？なんだそのちっこいアリンコみたいなやつはって感じになるので、これラバル組んで、一旦これで1個落としたんじゃないかなと、いうところで、さあ、インドラでちゃっとね、あの、ゴロを焼いていきたいなと思います。さあ、あのネクロは本当にね、アリンコです。アリンコネクロです。で、溶かしつつの、まあ、ディガーをなんならディガー矢の雨で、よいしょ、ネクロもついでに処理できたら美味しいなーという風な感じですね。さあ、ワンチャンこれ真ん中ラバが間に合う。破裂して、でも破裂した瞬間に新しいね、方のラバに滝が行ってくれる。で、これもバルーンつけて、やばい、ウィザードこれスケドラで守らなくていいかな、ちょっと。ザップってもいいですが、一回ね、待機したいと思います。で、なんならやばい。なんならこれ真ん中これ出されると、やばいんじゃないか説がすごいあるんですけど、オッケー。さあ、耐えます。さあ、結構やばいですね。結構やばい、本当に。結構やばいの。ネクロがね、思ってる以上にやばいの。ほら、ちょっと待って。ネクロ強くね？バルーンつけたら勝ちなんですけど、相手の真ん中これが怖いですね。で、これ矢波打ったら勝ちなんですけど、多分。怖い。ザップか？これ神座でもねえ。ただのザップ。よし。危ねえ。ちょっと危ないですね。負けそうになってるやんけって感じなんですけども。
まあまあまあ。で、これ、ヤナメザップなので、マジでウィザードとか三獣士とかね、今回苦しい方なんですけども、ファイブザップのね、さっきね、動画の始めにも言ったんですけど、その方もあったので、まあそこはね、こう、自分、俺インドラ持ってないから、メガゴのファイブザップ型にしよう、ディガーとかインドラないからっていうね、方は普通のね、方でもいいかなと思いますけど、多分こっちの方が、まあなんかね、いいのかな。なんか個人的な部分があるんですけど、それは。いいのかなというのが、あります。さあ、よろしく。というわけで、このね、しょっぱな今回ね、二次勝チャレ、一番初めにね、二次勝されていた方のデッキを使っていきます。まあ、これはね、まあ、なんか若干、サンスペだし、なんかいろいろね、応用がなんか、その場その場で効きそうなね、デッキではありますね。さあ、暇だなぁ。すごい暇だなぁ。タルザップ使いつつ、おぉ、ダクねぇ。これラバーとか引けたらインドラ三角のファイブザップなので美味しいですけど、ね、ゴレだ、いや、もうゴレでも言うてか。おー、なんか攻めてきますね。で、これなんなら、うわー、やべえ。ちょっと待って、おしゃれすぎん？そんな棒ある？ちょっと待って。いや、なるほどね。痛いよ。相手は、あれですね。あれ、ん？ゴレだと思ったんですけど、ワンチャンゴレのギャング入りみたいな。これ、ケツゴレと被んねえかな、たまたま。被ってもよかったんだけどね。これ、ファイブって。さあ、早いよ。これ、スペル大事ですね。ファイブウッドザップなので、どれだけスペルを早く打てるかっていう。これ、ケツゴレかな？おー。ってことは、相手今、コストないですね。まあ、ライトまで使って、ランバーだけね、ライトまでして攻めてきたので、そんなコストがあるわけではないよと。いう風な感じですね。おいしょ。ゴレダクネ、ランバー、スケドラ、ヤナメライト、ギャング、もう一枚ぐらいって感じか。まあ、そんな感じですね。ライト、ヤナメ、ゴレ。なので、ババが行きそうですね。ババが、個人的に。で、ランバーも割いて、これ多分ギャングとかしかいないんですよね。ギャングか、スケドラも合ってないから。ここ守れそうですね。あー、オッケーオッケーオッケー。さっさっさ、美味しいですね。で、なんならこれは一個折れるで、一個折れたんですけど、このスケドラ無視したら無視したいで痛いので、まあ、一回ここが防衛の構えから行きましょうか。ザップ使っちゃおう。よいしょ。お、一体、ガゴ優秀か？で、あれを、マジでどう守んのって感じなんですけど、一回守りたいですね、これ気合で。で、ライトニング打たれるのが嫌ですね。ファイブ打っちゃって、これインド残していけど残んねえかな。タルザップとかで、ああ、忘れてたスケドラ。やべ、これもう耐えれねえか。いや、耐えれそう。耐えれそうだけど、相手の攻めもうまい。いや、耐えれねえ。耐えれねえし、しかも相手のなんなら追加がうまい。これ読み穴目とか来たらやばい。そうっす。いや、守んなくてよかったかな、右側。まあ、これはね、僕のちゃんと二次勝もかかってるんでね、しっかり頑張って耐えていきたいところではあります。これ、ゴレが来る、来ない、一回来ねえんだな。いや、結構うまいっすよね、相手、ちゃんと。ちゃんとうまくないっすか、今回の僕の相手。これ、ファイブ構えて。ね。ちゃんとできる、ちゃんとできるぞ。さあ、で、インド出しつつ、うえぇ、やべえ。ほら。相手ゴレのタイミングかかってますね。まあ僕もロイジェのタイミングかかってるんですけど、これランバーしかねえな。お前ビビドラこっち来んな。ビビドラこっち来んな。てか、ヤナアメがちょっと嫌ですね。ヤナアメが。ヤナアメが嫌だ。オッケーオッケーオッケー。さあ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 。来るぞ。来るぞ。来るぞ。来ない。てか、なんならライト来る。めっちゃ怖えじゃん、これ。待ってよ。これ、来てもいいよな、普通に。普通に来てもいい状況なんですよね。逆サイ？おー、来る。これ、ベビーだからな、ちょっと。今、ここで攻めちゃう。今、ここで攻めて、タルー。よし。もう一回守る。オッケーオッケー、耐える。ファイボ？いや、神ファイボ？神ファイボっぽいファイボ。で、なんならロイで攻めて。これ攻めないと負けるな。気づいた。攻めないと負ける。よし。来た来た
危ない危ない危ねえ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 、グッドゲームグッドゲームグッドゲームよ、危ねえよ。あれだくね、なんか、あ、ベビーもスキドラもいたんですね。なんかおかしいなと思ってたんですけど、いやー危ねえな、危ねえ危ねえ本当にね。これで罰ついたら悩みますよね。20勝チャレンジやってて、まあ、10勝とかでいっぱいつくのはわかるじゃないですか。なんかね、3勝とかでいっぱいとかついちゃうと、いやーちょっとこれはもう無理やねーみたいな、こうメンタルね、いかれますね。なのでちょっとね、負けなくて本当に良かったですという感じで、なんかね、一応今回20勝チャレ、他にも多分いろいろ今されてるんですけど、またね、できたらいいかなと思いますというところで、皆さん一緒に20勝チャレ頑張りましょう。終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、コメントもお願いします。お疲れちゃんでした。またね。